皆さんこんにちは。 LINE 公式アカウントチャンネルです。今日の動画は今月目標にあと500万円足りない、 LINE 公式アカウントが救世主になったということで、すみさん、これってどういうことですか？そうですね、皆さんも例えば経営者とか SNS の担当者なのであれば、毎月のノルマというか、これぐらいの売り上げを達成したいよねっていうことって結構あると思うんですよ。そんな時に、いや、あと数百万円足りないからどうしよう、結局目標未達でしたみたいなことになっては結構いけないわけですよね。今月あと数百万円足りない、数十万円足りないっていう時に、 LINE 公式アカウントが実はめちゃくちゃ有効なんだよっていうところを、今日皆さんにね、お話できればなと思っております。ぜひ聞きたいです。どういったものを配信とかされたんでしょうか？他社さんの事例もいろいろあるんですけれども、公開できないものもあるので、うちの会社の事例を、まあ、分かりやすくお話ししていければなと思います。まさに先月のことだったんですけれども、あと月末まで5日ぐらいしかないと、5日で今月の目標までに約500万円足りないみたいな時があったんですよね。で、僕も結構目標達成には自分に厳しいタイプなので、いやー、まあとはいえ頑張んなきゃいけないけど、5日で500万円かみたいな、1日100万円どうやってプラスアルファ達成していこうみたいなところで、まあ、思ってたと。でその時に急遽 LINE 公式アカウントで配信をして、なんとか売り上げようかなっていうふうに考えてたわけですね。なんで松尾さんもね、堤が頑張ってるなみたいな記憶ないですかね、先月とか。はい、もうめちゃくちゃ夜とかにも通知が来て、遅くまで頑張ってくださってるって思ってました。そうなんですよ。でそんな時に、例えば5日でそれこそ500万円の売り上げを立たせるって、大きな会社でもない限り、もともとね、計画でもしてない限り難しいと思うんですよ。でもこれ本当の話なんですけれども、その5日前にパッと企画を考えて、LINE 公式アカウントで配信をした結果、なんと最終的には320万円の売り上げが達成して、その320万円の売り上げと、あとは恒常的にね、それ以外で入ってくる売り上げで500万円達成して目標をクリアできたっていうような、そんな実は話になります。ここまでだとちょっと抽象的なので、具体的に話していきたいとはね、思ってます。どういった商品になったかもすごく気になるなと思ってるんですけれども、そちらもお伺いできますか？そうですね、実際に例えば今日ポーンと配信をして、何回も何回も個別相談して、やっと1ヶ月後に契約とかでは今月の売上に計上されないわけですよね。なので、どんな商品を配信するかっていうのがまずはものすごく重要で、ここはうち一択ですね。高単価な商品で、なおかつリードタイムが短い、即決できるものの配信を選定しました。例えばで言うと、うちの場合は L ステップパーフェクトマスター講座っていう動画コンテンツがあるんですけれども、これが2種類商品としてはありまして、一つが18万8000円のもの、もう一つが28万8000円のもの。動画コンテンツが全部でですね、100本近くあって、その動画を見るとともにマーケリンクの社員のコンサルティングが受けれるのが3回あるよという、そういうまあ商品をね、販売させていただきました。これ配信をちょっと私ちらっと見させてもらったんですけど、ちょっと割引とかもありましたよね。なんかかなりですね、やっぱりこう日頃普通にこう18万28万で売ってる商品をそのままどうぞってやっても、やっぱり登録者には響かないわけですね。なので、まあ、一番端的にも即決で効果が出るのが、もともとじゃあ18万8000円だった商品は5万円引きにしました。で28万8000円だった商品はなんと10万円引きにしたんですね。でそこでキャンペーン的な形にして、今日から3日以内にこの商品を買ってくれたら、それぞれ5万円引き、10万円引きにするよっていう感じにしましたね。そうだったんですね。その3日間なんですけれども、この売れた順番というか、どれだけスピード感持って売れたとか、そちらもお伺いできますか？そうですね、これがめちゃくちゃ今日の動画で話したかったんですけど、例えばこのパーフェクトマスター講座の配信をポーンと1回しますと、でうちの場合だと9月27日約1万1000名の方に配信したんですけれども、松尾さん、これちょっと逆質問で恐縮ですが、例えば1日目ポーンと配信したら、1万1000名のうちその日中に何人買ってくれたと思いますか？そうですね、5人ぐらいですか？5人ぐらい、まあなかなかいい線ではあるんですけれども、これなんとね、逆に1人しか買われなかったんですよ。少ない、めちゃくちゃ少ないですよね。なので何が言いたいかっていうと、1回だけポーンと配信して、買いませんか、買いますかみたいなクエスチョンを登録者に投げかけるっていうのは、意外と売り上げに直結しないっていうところがあるんですね。これ実は3日間で、9月の27の夜に配信して、9月の30日の締め切りにしたんで、まあ実質 3.5 日ぐらいなんですけれども、この期間に19件売れました。ただ初日ポーンって配信した時は1件しか売れなかったんですね。逆に言うと、この3日間の推移どうだったかっていうと、初日1件、次
次の日1件、次の日4件、最終日になんと13件も売れたんですよ。それだけ最後に売れたってことは、配信もやっぱり変えたっていうことですか？そうなんですよ。なので1回だけ配信するんじゃなくて、合計3回配信したんですね。9月の27日に1回、それから9月の29日には、この9月の27初日に配信をしたものをタップしてくれた人だけにセグメントを切って配信したんですね。9月の30日最終日にも、初日に配信した時にタップしてくれた方にセグメントを切って配信をしていったっていう、まあ、いわゆる追撃配信をちゃんと行ったっていうところがありました。じゃあやっぱり熱量が高い方にどんどん絞っていった結果、つながっていったっていうイメージでしょうか？そうなんですよ。なので1日目はぶっちゃけね、全員に送ってるので約1万1576人に送ってるんですけれども、9月の29と30それぞれ1回ずつ配信をした時は232名と241名なんですね。なので通数もそんなにかけずに、最終日にドドドッと13名から売り上げが上がったっていうところが、まあ、これがね結構ミソなんじゃないかなと思います。ありがとうございます。かなりその達成した時にすみさんが嬉しそうに達成したよって LINE をくれたので、私もすごく嬉しかったんですけど、その時のお気持ちとかももう一回聞きたいなと思うんですけど、いかがですか？そうですね、やっぱり僕ももともと追撃配信をしたら最終日にまあガッと伸びるだろうなっていうのは思ってたんですけれども、27日初日に配信した時に1件2件の CV っていうのは逆にちょっと少なすぎたかなっていうところがあるんで、これ最終日になんか盛り返すのかなってめちゃくちゃ心配だったんですよ。実はこれですね、目標の売上に500万円当初ビハインドしていて、最後の9月30日の23時40分に達成したんですね。最後このパーフェクトマスター講座が1件ポンと売れて、あー達成したみたいな形になったので、自分の作戦がハマったと同時にやっぱり目標達成できてすごく良かったなっていうのはありましたね。ありがとうございます。これマーケリンクではかなり成功したっていうことなので、他の方もやっぱり真似したいと思ってるんですね、うん、なのでそういった方たちにもう一度アドバイスというか、そういったこともいただけますか？はい、これね、ポイントが大きく分けて3点あると思います。まとめますと、まず1点目は、先ほどお話しした通り、1回配信するんだけじゃなくて、その配信をタップしてくれた方にセグメントを切って、どうですか？どうですか？っていうのをちゃんと2回3回送るっていうのが、まず1つ目、大事なことですね。で、2つ目は、必ずキャンペーンにする。で、キャンペーンにするってどういうことかっていうと、期限を切るっていうところと、通常の価格ではなくて、ちょっと割り引いた価格でお得感を出してあげる。これがまあ2つ目のポイントかなと思います。最後3つ目のポイントに関しては、実は高単価商品、まあ、18万円28万円という商品なので、なかなか購入に踏み切れないっていうこともあると思うんですね。なのでこれ配信の中に詳細申し込みっていうボタンとチャットに相談っていうボタンをつけておいて、そこのチャットに相談をポチって押すと、じゃあ質問どうぞっていうテキスト等々が返ってくるので、そこの送られた質問に対して丁寧に丁寧に答えてあげる。この3点がポイントだったかな。で、実際に、まあ、合計これですね、26名の方がチャットで相談っていうのをタップしていただいたんですけれども、実際にそこから相談があったのが10名で、10名の方にちゃんとうちの、まあ、重松さんっていうこの担当者がね返信をしてくれたら、なんと8名の方がそのまま購入につながったんですよ。なのでもしかしたらこのチャットで相談っていうのがなかったら、この8名の購入はなかったかもしれないなって考えると、やっぱりこういう相談窓口をカルーセルでつけておくっていうのは3つ目のポイントとして大事じゃないかなと思います。やっぱりこうクローズとするよりかは、やっぱりこうお気持ちを拾い上げるっていう、そのワンアクションが必要なんだなって今思いました。そうですよね。直接買う人もいれば迷っている人も絶対出てくるので、そこをちゃんとまあ切り分けて丁寧に拾っていくっていう施策がものすごく大事なのかなというところですね。ありがとうございます。今回キャンペーンということだったんですけれども、いただいたメッセージもちょっと見ておりまして、今後もなんかやらないんですかとお声掛けもありました。そちらに関してもなんかこうあったりするんですか？そうですね、まあ、これ今後の施策として、やっぱり鉄板の配信っていうのがあるんですね。例えば私も今回実はこの LINE 公式アカウントのパーフェクトマスター講座のキャンペーン配信をすることによって300万円の売り上げを補填するっていうところで最初目標を立てたんですね。そしたら蓋を開けてみたら320万円の売り上げが立ったと。で、これは何も適当に300万円って最初から決めてるわけじゃなくて、以前にも同じように過去2回ぐらい配信をした時のデータがありますと。で、それに基づいて同じようなことをやれば今回も300ぐらいいけるんじゃないかなっていう元にやってるわけですね。つまりこういうふうに配信をしたらこれぐらい売れるっていう鉄板の
の配信っていうのが LINE 公式アカウント L ステップをちゃんと使えてる企業っていうのは絶対あるんですよ。なのでそれをうちの場合だとそれが2つ3つあったりするので、まあ、おそらく12月のまたクリスマスの時期とかお正月の時期にちょっとこう切り口を変えてキャンペーンをしてまた今度は400万500万円ぐらい売り上げていけたらなみたいなところで考えております。ありがとうございます。じゃあこれからはクリスマスも、まあ、直近ですけどハロウィンもありますので他の企業様も真似されるときは使っていただきたいなって思います。そうですね、私だけじゃなくてうちのクライアントにもクリスマスなんでこういう鉄板の配信しましょうっていうのは、まあ、今お声掛けしているところではありますけれども、もしこの動画をご覧いただいた方でいやうちの L ステップどういう鉄板の配信ができますかっていうものに関しては随時個別相談もマーケリンクの LINE から受け付けておりますので、ぜひ概要欄からまたご登録いただければと思います。それでは皆さん今回の動画をご覧いただいて、ぜひ皆さんのですね目標達成に生かしていただければなと思っております。ということで今後とも LINE 公式アカウントチャンネルでは皆様に有益な情報をどんどんお伝えしていきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、それからコメントもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。